打った、ルーキーの牧、快音を響かせて左中間に放り込みました。深々と左中間の最深部、強烈な一発。プロに入って17面の本目のホームランは見事な勝ち越しのツーランホームラン。さあ田中豊樹を投入して、これはね、ピッチャーが急に登板になって、はい、それでランナーを変えて足の速いランナーに変えたので、はい、まあ、バッテリーは今ストレートかカットボールかなんかだと思うんですけどね、そしてロメロがそのまま打席に向かいますので、カットボールかスライダーですね、ちょっと曲がってない感じの、うまく打ちましたよね。だから、まあ、投げてるもストライクから入らないとね、ちょっとボールから入れないんですよね。うん、